予告ありがとう。いえいえ。めちゃくちゃ出席率今日すごいですね。さすが。ありがとうございます。六時半、なんか六時にするか七時にするか迷ったんですけど。六時半にしました。間をとって。 口のおかげ確かにやっぱり告知すべきなのかなでもなんか気まぐれなんですよね急にやりたいなって思ってやっちゃうからねいつもなんか急なんだよねよかったですありがとうじゃ今日はちょっといつもとちょっとだけ違うことをしたいなって思うんですけど聞いてくれますか 今日は <laughs> 今日はみんなとおしゃべりをしたいと思います <laughs> いつもと一緒なんて思ったでしょ <laughs> でもあのー、<laughs> 聞いて最後の話を聞いてで今日はあのー、いつもは呼ばないんだけどみんなの名前呼びながらおしゃべりしたいなって思うんですよ これは私の動体視力とあのほんとみんながコメントしてくれなかった成り立たない企画なので <laughs> あの私もできる限り頑張るあのなんかなんて言うのただ名前呼ぶだけじゃなくて普通にいつも通りな感じでみんなの質問に答えつつなんかおしゃべりできたらなって思うのであの本当に。 こればっかりは本当にね、私の動体視力次第なんだけど頑張るのでどうかおお付き合いいよろしくお願いしく願ますほんと名前呼んで呼ぶから呼ぶからなんかプレゼント投げてとかそういうのじゃないので全然あの大丈夫ですコメントしてくれればなんかこれをきっかけにねいつも見てるだけの人もちょっとおしゃべりに参加 したいなって思ってて思もらえれば <laughs> いいかなな感じですなのでみんなはいつも通り聞きたいこととかそんな感じの質問をしてくださいでもね私のファンの子たちはねちょっとやきもちやきなところがあるからそれだけちょっと心配なんだけどでも本当にみんなが何かあのリアクションしてくれたら私もちゃんとそれに答えたいなと思ってるので是非参加してください。 でもなんかさあのー、今日は本当あのお試し的ないやつだからうまくいったらまあまたやるかもしれないし毎回毎回やるわけじゃないだから今日見に来てくれた人はラッキーってこと <laughs> そうお試しうまくいったらまあまあまたやろうかなって感じです でもなんかさちょっとあのじっくり読みすぎて読もうと思った人の名前見失いそうなんだけど頑張りますね <laughs> じゃあまずはちょっと壇上からあの読,読んでいこうかしら <laughs> いつもねほんとごめんね呼ばなくて1位パルオこれなんていうん,んだパルオ正宗さん2位フェノーさん3位ツーちゃんさん4位 ケンジーさんかな。5位、藤原さん ?6 位、良吉くん、アットマーク。ああ、途中で切れている。でも分かるよ。7位、かべたさん。ああ、変わった。ちょうど、ちょうど変わっちゃった。ごめん。かべたさん。ん何さんあ、ちょっと待って。本当にやばい。これ、いけるの私。<laughs> ガビにゃんさんかな10位とも友達ヤンさんちょっと待って私操作がおかしいわちょっと11位に行く前に12位ケイさん1011位これ何さんアイアイ <laughs> やばいやばい やばいぞこれあの見えないのこれどうやってこっち側に行くの頑張ってやってんだけどねねえ最初からつまずいてる11位の人ちょっと一回一回これをコメントをピッてやって「あい」あ変わっちゃったねでも誰だっけ「あい」あここにいるわ「あい」「あいのめりさん」ありがとう変わっちゃったまたちょっと読みますわ <laughs> やばやばほんといつもに増して早いですねさすがちょっと戻んなくなっちゃった画面が助けて画面が戻んなくなったえ待ってちょっとショールーム全然動かないんだけど今映ってるよねちゃんと私何も画面見えてないんだけど スマホの向きを変えるこうやってあ来た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 できましたやばいねでもありがとうこんだけいっぱいみんな,なんかコメントしてくれて嬉しいわなんか質問してくださいじゃあなんでもなんでも OK なんで初心者に戻ったのピーナッツさんあんまりね呼ばないから普段 ビギナーおばたさんはじこんばんははじめましてなのかなディースケさん今日はカラコンじゃないですペコボンさん今日は名古屋でド覚えてるよやばいめちゃくちゃ早いユウちゃん動物の森すんだあ今日ねあとねエンディングを迎えましたトタケケが来てなんかライブして島クリエイターになりました ジュニーさん、今日は何してましたか今日はねあの珍しく珍しくっていうか家庭的だったよなんかねあのー、洗い物してアイロンがけしてなんかいろいろしました徳次郎さんそうスタッフロールが流れたやっとなんか本当は一昨日にもう 終わってたんだけどなんか釣り大会とイースターが被って先延ばしになっちゃったのあこれ、ね、読めないわ英語のハムスターハムスターちゃんくなんとかさアイロンそうアイロン掛けは好きなんですよアイロン掛け好きもえかちゃんネイル左だけじゃないよこっちがなんかグレーグレーっぽいなんか水色みたいこっちキラキラ 確かににこれ遠目で見見たら何もしてないに見えるのりさん寒いね今日寒いよねびっくりしたなんか名古屋寒かったってさっきニュースで言ってたよお夕方の13度って言ってたうんちょっと待ってマジで早いどうしようはっちチさん右手可愛いいそうキラキラなんかラーメンも水色っぽくて可愛いんですよ なんかずっと前にね買ってあったんだけど多分ずっと前にも使ってたんだけど久しぶりにマニキュアしました杉浦さんコメントコメントできてないできてるよ見えてるよポン君川崎雨がすごい名古屋豆降ってるよチャトピョンラーメン食べたいラーメンか最近食べてない コンコングレーの音色目指すなんか好きなんだよ最近こういうくすんでる色がかわいくないこれナナちゃんアイシャドウは私持ってきたら今日聞かれると思って持ってきたんだよね準備がいいさすが今日はねキャンメイクですよアイシャドウは大体キャンメイクこれです「パーフェクトマルチアイズ03番」なんかこの大体これを塗って で、これとこれを混ぜて二重幅です。女の子真似して。キャンメイクは本当にね、いいよ。本当に。ピさん、さん、まつげ順調ですか。最近サボってたけど、あの塗ってますよ。ちゃんとまつ毛美容液。 いや私ねあのねちゃんといつもいつもねあんま読まないけどちゃんといつも来てる人だなっていうのはね覚えてますよ名前とこのアバターででもなんかたまにさツイッターとかなんか私がなんか知ってる名前じゃない時あるじゃんそういうのはちょっとなんか難しいけどなんとなくわかりますよちゃんとえわかるわかる全然わかる 名前変えられるとちょっと分かんないけどわかりますちゃんと <laughs> えなんかできるだけあかぶらないようにしてんだけどごめんねかぶったらフェルさんなんとかさん今日ここにいたじゃんハーフアップですハーフアップ カジさん、ツイッターの返信あ、見てるよ、ツイッター。ツイッターは見てますね。あの、私のメール取ってくれてる方は、あの、ハッシュタグ、ゆうなちゃんにお返事っていうのを書いて、なんか、送ってくれたら、見ます。でも、メールの返事じゃなくても、たまに画像送ってくれたりとかするから、見てます、たまに。あやちゃん、名前ばれたら嬉しいな。あやちゃん。ようじろさん。いつのいなく、こメの流れが早い確かに。はっちょりさん。 このあー行ってしまった名前呼んだだけになっちゃった大サービスだねつかっちさん夜ご飯食べてない食べてない食べてないオレンジハロハロさんオレンジハロハロさんかなインスタ更新してほしいインスタねうんちゃんといつかしますかすみちゃんゆうなちゃんのメイク好きコツあるええコツかでも本当あんまり流行りとか気にしないで自分の好きなメイクなんかほんと自分のテンションが上がる メイク、ファッションが一番でもなんかさっき聞いてくれたみたいになんかメイク道具真似したいとかそういうのもすごい嬉しいむーちゃんゆうちゃん元気元気だからちゃんとあの顔と名前みんな一致してるから握手会に来てくれた人はね大丈夫だよ大阪浩さんももちゃんにあげる服決まったああ ももちゃんねなんか大人っぽい服が欲しいらしいちょっと私もこの休み期間中にちょっとクローゼットの中整理してまとめたいと思いますアッキーさん名乗ったことないよ名乗ったことないけどいつもいるから知ってるなんか私もねあの苦手なんですよ人の名前覚えるの本当にアイドルとしてどうかと思うんですけどあんまり得意じゃなくて だけど顔はちゃんと覚えてるしあのツイッターでいつもコメントしてくれてる人とかそういうのはちゃんとわかるから大丈夫かすみそうさんももたんセクシーになりたいらしいいいんだよもちゃんはまだ可愛いままでだってまだ中学生とかでしょ中学2年生とかでしょひろさんショールームのためにお化粧したのうんお化粧したでもなんか最近は私メイクしないとやる気になんなくて だから、なんか、スイッチ入れたいときは、休みの日でもメイクするようにしてます。ピッピさん、認知もらえるように頑張る。うん。頑張る、私も。だから、ちょっと言って、ピッピですって。なおちゃんのアイコンの人。ほっしーさん、すっぴん見たい、可愛いいよ。すっぴん、も私もなんか嫌いじゃないです。でも、すっぴんの方が幼いの、顔が。 あと本当に顔色がなくてそう困っちゃうすっぴんだとポンくんおいめいっ子めいっ子が会いたがってるえかわいい連れてきて握手会始まったらウーラーさん一応とんだか計算するけどいきらしたくないえわかるめんどくさいよねメイクってでもしてるとなんかテンション上がんないてつ さん、スピンはんフか確かにでもリハーサルだけの日とかレッスンの時とかも全然全然スピンひーめろちゃんまた目返してどっかやってほしいねえやるやるあのやってほしいっていう声はたくさんもらってるのでちょっとやりますちゃんとん、まるさん最近メンバータリトリしてる LINE とかはしてますよ 会ってはいないけどラインとかはしてる。風車さんあのエゴちゃんがすっかり大人になってなんかさアミちゃんがすごいなんか私が二十歳になるのをすごい悲しんでてなぜかねなぜかなんか昔から多分私のこと知ってくれてるからなんだろうけどなんかいつだっけな会った時にエゴさん何歳なんですかって言われて。 えー、昨日おととい二十歳になったよって言ったらなんで悲しいみたいななんか分かんないけどそれ悲しんでていやでも嬉しいですねあみちゃんはね最近あの話してくれるようになりましたミットさんそうショールームでいたらしい聞いたファンの人から。 うん、カーレンジさん20歳若いなだってまだ若いって言ってくれるの優しいねのぞみちゃんうなちゃん食べたいけど恥ずかしいえっ呼んでよ可愛いんだけどそのアバター何かわいい私は相変わらずあの里香法のクロワッサンのアバターを使ってます ヒムさんでいいのかな若いよって <laughs> うんブザーピータさん近々ラジオの仕事ありますか今んとこやってないですでもでもなんかあれだね悲しいね「さんじゃないよ」とかもさ電話つないでやるようになってまあ仕方ないけどこの前3人でできてよかったなって思いました 名古屋40代ダンディさん普段やらないことしてるあのね映画見ました昨日2本もそれくらい最近したのはささばさん名前なんて呼ばれるのが嬉しい何でも嬉しいよ呼んでくれたらでもやっぱ名前呼んでくれないと分かんないから呼んでほしい。 どさんエゴちゃんどんな映画見たのえっとね2本見たんだけど「溺れるナイフ」と「プラダを着た悪魔」っての見ましたどっちも有名だと思うんだけど私は多分本当になんていうのみんなの定番を通らずに生きてるタイプだから見たことなくって初見どっちも面白かったよでもめちゃくちゃ どっちもさ有名じゃんどっちも有名だけど見たことなくてでも「溺れるナイフ」はほんとになんかあの出てるあの俳優さん女優さんがめちゃくちゃ綺麗すぎて「あ綺麗って思,思いながら見てたんだけどなんかね難しくって内容がちょっとねあと多分人によってすごいなんか解釈の仕方というかいろいろあるんだろうなって思いながら見ててで私も見終わった後に あの検索しましまた解説じゃないけどそういうのを見てあーそういうことだったんだって思ったとこもあったし面白かったです展開がめちゃくちゃ早かったうん暇だから見てみて「プラダを着た悪魔はなんかすごいなんか美意識上がる映画でしたなんかもともと なんかそのファッション誌の世界のお話なんだけど編集編集ってか作ってる人のお話なんだけどもともと全然そういう興味ファッションとか興味なかったし美意識と,とかも全然なかった主人公の人がその仕事についてすごいめちゃくちゃ努力して人としても外見も素敵になっていくっていう話でも最終的には言っていいのこれ。<laughs> まあ詳しく言わないけど最終的には本当に自分なりたいことを見つけて自分らしく生きていくっていう素敵なお話でしためちゃくちゃ綺麗れい祐介さんあ字幕で見ましたでもなんか別にどっちでもどっちでもって感じです昔は本当にあの吹き替え じゃないと分かんないって思ってたんだけど全然どっちでもネタバレした風に言ってるけど全然あれですもっともっとすごいからぜひ見てみてください気になった方は <laughs> J さんスマホ落としただけなのに見ました映画館で見ましたこの騒動って言うんですかあれがコロナのあれが 始まっちゃう前に映画館でちょうど見てたので良かったなって感じ和吉さん朝ドラ見てないですでもなんか昔学生の時はちょうど朝ドラが始まる前までに家を出ないとやばいっていう感じだったの時間がねだから朝ドラがテレビで流れ始めたらやばい遅刻するって思いながら急いで準備してました え、時計代わりピンピングクさんかな外計代わり,か代わり来週カレナさん出るんだえー、でもいいですねこのあのダラダラしなくてよくなりそうじゃないあのなんていうの生活リズム整いそう朝だらのために早起きしなきゃって思ったら なちゃん次のから何色にしたえ何色ににししたえ何ようなんかだいたい1ヶ月に1回ぐらいのペースで美容院に行ってるんだけど絶対行けないじゃん今月行けないなって思いながら過ごしてるんだけどでも意外とまだね平気何色にしようなんかさ結構濃いめのなんか赤っぽいのとかも可愛いなって思うんだけど結局やっぱりなんか透明感があるのがいいなって無難がね さんあんまテレビ見ないんですよそうあんま見ないめちゃくちゃ早いな <laughs> もいかちゃん赤髪に合いそう赤髪ね前やったことあるんだけどねそこまで赤くにしなかったんだよねなんかすごい気分変えたい時にやろうと思うでも今はそういう気分じゃない多分 <laughs> 全部多分さきちゃん 元メーカーあるからいいよね、えー、そんな褒めすぎちょっとちょっと褒めすぎウィーンスラさん今の何色なんかもっとね暗かったんだけど気付いたら私いつもこの色なんですよね多分なんか元の髪色髪のあれ的に多分こういう色に抜けちゃうんだと思うこういう色です 結構なんか赤みがかった茶色っていうかそういう感じ黒眼鏡さん銀髪が似合うと思いますえ初めて言われた銀髪銀髪ってどうやってやんのブリーチしてブリーチしたら私髪の毛もやばそうブチブチで溶けちゃいそうヒデ坊さん痩せたん痩せてないよ多分 でも久しぶりにちょっと恐る恐る体重計に乗ったの私なんかダイエットしようと思っても体重計に乗らない人なんですけどあえてなんかね数十ばっか気にしすぎてストレスたまっちゃうんですよ <laughs> だからあんまり乗らないようにしてるんだけどあえてでもちょっとそろそろなんか自覚してないとやばいなと思って乗ったけどあんま変わってなかった そうなんかねストレスでね太るんでですよスストレスで太る体質なの怖いですよだからダメなんだよみんなストレスってためたらで案外そうやって数字を気にしないでなんか普通に過ごしてた方があれなんかシュッとしたねって言われることが多いからあんまり気にしないようにしてる いいんですよ、食べた分動けば <laughs> そうダメだよストレスシトシトリックベアさん今一番釣りたい魚は何ですか今もう絶賛、あのー、島で生活してるので一日の半分ぐらい。 半分はちょっっと持ったでも朝一番にやることはもうあのスイッチの電源入れることなので釣りはまあするんですけど何がいいかなでも高いやつがいいですカジキが高いらしいよ今はセルピコさんあなんか名前変わった ジンベザム釣れないもん私の島でそうでも私は魚釣りより最近はあの虫取りにハマってるんですよ蝶々そっちの方が効率よくお金が稼げますあつ森やってる方えパカロンさん同じくほんとカラスアゲハで稼いでる私もカラスアゲハってね1匹2500円すんの で、カラスアゲハをもうあの荷物満タンに詰めてあのタヌキに持ってくっていうのが最近は流行ってます <laughs> いやほんとおすすめだよあと逃げないしね蝶々魚はさなんかあれじゃんしかも釣るまでね時間かかるしさ何が釣れるか分かんないじゃんだから効率良いですよ タクマンさんリアル虫捕りしたことあるえ虫捕りねみんな驚くと思うけど私虫捕りめちゃくちゃ好きだったんですよ小学生の時言ってもでも小学校低学年ぐらいセミとかトンボも捕まえてました平気で本当にあの動物の森みたいに <laughs> そうでもなん,なんでかな何かがきっかけでダメになっちゃいました虫は。 うん、もう全般全般ダメ虫はダメだねカブトムシ飼ってたよ家でなんか近所にカブトムシをなんかいっぱい飼ってる人がいてなんかおすそ分けしてもらって飼ってましたカブトムシお家で。 大阪博さん。うん、日焼けはしてなかったです。日焼けはしないです。けいす介さん、ザリガニは大丈夫ですかザリガニは私触ったことないと思う。人生で多分。だからちょっとわかんないです。愛かちゃん、カブトムシの幼虫無理。確かにね、今思えば本当に無理だけど、なんかね、平気だったんだよ。ないみんなもそういうの。 ひまわり君金魚すくいしたことある金魚すくいしたことあるよ金魚金魚すくお祭りとかでやってましたよ金魚すくあやかちゃん昔はカエル大丈夫だけど今は無理カエルかカエルもでもなんか捕まえるので難しいけど触るぐらいならいけましたカタツムリとかもね触ってた全然 でも最近はさ、カタツムリ自体見なくないカタツムリ。見ないよね。見たらテンションが。ミックスさん、鳥は触れる。鳥ねー。 なんか触ったことないんだよねあのちっちゃいインコとかなんかあのタイに行った時にめちゃくちゃ大きい何なん,なんだろうオウムかなオウムって大きい大きかったっけあれをこうやって腕に乗せたことあるでもあのインコサイズのこのちっちゃいのは触ったことないです 今誰のコメントか教えちゃったけどタイはねあのインスタ旅でおじりと一緒に行った時にあの触りましたそうインスタのやつうんーちょっと早くなってきた。 懐かしいめちゃくちゃ懐かしいゆずさん最近本読んでない全然本読めてないですね人が増えてきたうん黒眼鏡さん今日も可愛いいですありがとうあれこれ最高 ブラックさん最近はネット通販ですかネット通販もしてないぐらい本当に買い物してないですまあでもね節約っていうかなんていうの貯金お金は使ってないですあんまりはしむっ本さん今行きたい一番行きたい場所は場所はなんかあの一人焼き肉したいって最近ずっと言ってたと思うんだけど今はあのスモークサーモンが食べたいですなんか海鮮 魚が食べたい。だから回転寿司とか行きたいマイロードさんチョコ食べてますかチョコね食べたかな最後に食べたのいつだろうほんとだから買い物に出かけてないから買わないとないじゃんだから今お家にないんですよチョコレート。 んェイさん今日は何時まで何時までやろう何時までやろうかなえっ、ー、もう30分経ってんじゃんはいやともちゃん今日ハーフアップうんハーフアップ適当にやったのでもえー、みんなコメント読まれないからっていなくならないでねちゃんと見てるからほんと私のこのなんていうの 私がついていけてないだけだからちゃんと見てるよいなくならないでいくらさんアイメイク変わったアイメイク変わったかなでもマスカラも最近はねあの黒にしてます前までは茶色にしてたんだけどまあ茶色のマスカラがなくなりそうなのもあるんだけどね最近は黒にしてます ハリケンさん、動体視力にチャレンジしてますさっきもね見たんだけどねさっきなんか読みたいコメントあったんだけど見えなかったんだよねハリケンさんナイスライス無無言配信でも見るよありがとうアスラさん頑張ってるよありがとうそのな流れ早いよねごめんね桜井さん本当にコメント早い、ね、早いね ためちゃママススカカララリリムム何使ってるマスカラリムーバー今使ってるマスカラは何だっけあのフローフ紙のやつなんだけどあのお湯をうちだから全然使ってないんだけどヒロインメイクの時はヒロインメイクのやつ使ってましたあの水色でさふただけ白のやつあれめっちゃいいよ ちゃん短いまつげでもいいかなマスカラの話かなマスカラいいよあのね今私が使ってるやつなんか多分ロングのやつだと思うおすすめなのにスルスル落ちておすすめカツメイしさんエゴちゃんに名前呼ばれたい呼んだ呼んだけどどう <laughs> 呼んだけどどう今さん合うコンシーラー見つかった 最近はね、あのー、クッションファンだけで生活してます。でも、ナードのコンシーラー買ったよ。ゆうじさん、マックシェイクでプッチンプリン味出たらしい。ええー、なにそれ気になる。マックまで行かないと飲めないからな。マックシェイクって美味しいよね。ストロベリーが一番好きです。 っちゃんさん甘そう確かにどんな味するんだろうバニラも確かにおいしいえなんか甘すぎるって人とマジでおいしいって人がなんかどっちも半々ぐらいいたわ まこさんさ今一番何が困ってるえ何が困ってるかななんかご飯とかそういうのには全然困ってないんですけど生活にする上ででもやっぱりなんか当たり前にできたことが当たり前にできなくなっちゃってるのでそれはちょっと困ってますねメンバーとかファンの人とかに会えないのもそうだけど外に出ること出たりちょっとなんか怖いじゃないですか今はそんな感じです バニラのシロップ抜きが一番何シロップ抜きってそんなことできるのもうスタバじゃん <laughs> カスタムスタバじゃんえー、すごいねでも私はほんと一日中ダラダラする日もあるんですけどゲームして寝てお昼寝してってなんかだから交互ぐらいにしてますバランスよく毎日生活してる 昨日ダラダラしたからちょっと今日部屋の片付けしようかなとかそういう感じです7 <laughs> さんそうバランス大事熊猫さんこもるのになりそうで怖い確かにまあでも今だけと思って耐えてますよ 右目くまさんもう片付けるとか。な